皆さんこんにちは、森有りでーす。はい、はいはいはい、どんだけ貯めとったんやっていうぐらいネタがあったなって感じ。こんだけ撮ってみて。はい、あ、ネタバレしちゃった。今日は結構前なんですけど、1ヶ月くらい前にある製品を作ろうっていう、まあ、その製品すらも言えないんですけど、ある製品を作る座談会に参加してきました。こういう感じで出した方がいいんじゃないかっていうのを、いろんなテスターを使って、化粧品だったり、まあ、化粧水かな、化粧水とか乳液、まあ、大体はで他社の製品と比べてみてとか、いろんなことをやってきたんですけど、自分がどういった肌質で、敏感肌だったりとか乾燥肌ですとか、要はそういうのとかをいろんな人たちの話を聞いて製品って作られていくんですけど、その会社の座談会に参加してきて、お土産をいただいて、よいしょ、結構ねいっぱい入っているんですけれども、ちょっとぐしゃぐしゃになっちゃった。ちょっと待って、ぐしゃぐしゃ、もうね、重くて結構いろんなものが入ってて、これももう愛用しちゃってるので先出しちゃったんですけど、ヘアオイルとかね、髪のオイル系のものをとたくさんプレゼントしていただきました。これまず1個目ヘアオイルなんですけれども、これがほんと最近ね、結構髪の毛サラサラになってきたねって、もうパッサパサなんですけど、サラサラになってきた方だねってすごく言われるんですよ。っていうのは、ヘアケアをすごく、エチュードでも紹介してたと思うんですけど、ヘアケアにすごく力を頑張って入れようとしているんですね。他社のシャンプーなんですけど、シャンプー使ってからちゃんとケアして、ブラッシングして、このヘアオイルを使うようにするようになったら、結構サラサラになってきました。はい、いただいた商品の中でこっちもあるんですけど、ヘアケアシリーズの使い方ってあって、ヘアシャンプーとこれがリンスなんですけど、はい、これまだ使えてなくて、これは現品ではなくて、このシャンプーで洗った後に、この今から紹介するねヘアマスクが入ってるんですよ。ヘアマスクで保湿をしてから、デイリーケアでコンディショナーで保護をして、で保護をしてからアデを与えるんですけれども、このオイルね、だからこれが最終段階なんですよ。なのでこれ1個の商品、この中に詰まってる商品で1個の工程ができちゃうっていう商品なんですけど、この間ね1回ねこれだけ使ったんですよね。よいしょ、はい、これがまた豪華ですね。じゃーん、あ、ちょっと開いてた、やばい。はい、こっちがヘアマスクになってます。で、このシャンプーで洗った後にヘアマスク、これですね、押して、デイリーケアのコンディショナーで保護をします。こっちのコンディショナー保護をしてから、これで、はい、まあ栄養をね与えます。で、ヘアオイルは毎日使うんですけど、このヘアマスクに関しては毎日じゃなくて、結構量入ってますけどね、結構量入ってて、わかるかな、これちょっとねペチョってしちゃうからあんま出せないかもしれないですけど、結構量入ってて、週に1回だけ使えばいいよって言ってたんですけど、結構これね濃厚なのよ、クリームが、ほら結構濃厚なテクスチャーになってます。これは週に1回使ってヘアケアをしていく感じになります。で、匂いはなんだろうな、アルガンオイルみたいな感じの匂い、そんなにいい匂いはしない。イスラエルが原産国ですね。なのでちょっと外国っぽい匂いはするかもしれない、本当に簡単な言い方すると。これを入れて持ち歩けるケース、これはこの中にこうベローンって入れて、チュチュチュッと、まあ、出しやすくするあれですね、入れ物ですね。まあ、こんな感じでちょっといろいろねたくさん、結構これでもね豪華ですよね。これとこれだけでも多分1万円くらいはなると思います。はい、これをいただいて、まあ、製品ね、新しい製品、どんな製品できるかがすごく楽しみなんですけれども、段階に参加してお土産をいただきましたというブログでございます。本当にあのブログの延長でしかないんですけれども、でもね本当にまあもともとブロガーなのでありかなとでもこれは本当にめっちゃ愛用してて、よかったら皆さん、このパケ見つけたらめっちゃいいので使ってみてください。これはね、ちなみにエクステなのでバサバサなのは、これここです、ここがちょっとサラサラになってるのが気づくかなって感じ。
ですかね。ということで今回の動画は以上でございます。ほう、はい、ということで森有でした。バイバイ、またね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に用意しておきます。そして過去の動画はここら辺に用意しておきます。このヘアマスクとヘアオイル使ってみてください。ということで森有でした。バイバーイ。